皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。ということで今回は福岡の、八女郡だったかな、八女郡広川町に来ております。ということでね、今日やってきているのはこちら、じゃじゃんとね、吉田模型さん、福岡で有名なミニ四駆ショップにやってきました。ということでね、今回もうすでにもう遊ばせていただいているんですけれども、こちらのコースですね、やっぱりなんといってもそう価格設定、そして品揃えですね、そしてコースのクオリティ全てがね揃った、コースになっているということで、早速ですね中の方に入ってみたいと思います。行ってみましょう。入り口、ミニ四駆専門店吉田模型オープンね、午後21時までということで、コース利用料金見てください。これ走らせ放題1日500円なんですけども、それだけでも安いんですが、なんと1000円以上のお買い上げで無料ということで、これはねこうかなり安いと個人的には思います。で店内の方に入っていくと、まあ、右側ね、パーツの品揃えもしっかりね、あの消耗品とかも、しっかりと用意されていて、ブレーキとかね、そこら辺ん今撮ってるよ、こんな感じ。ボボボボボボボ動画撮るときに使うやつ、そうそうそう、動画撮ってる。まあ、こんな感じで品揃え、モーター関係、電池、そしてゴールドターミナルとかギア関係ですね。であとビス、サラビスとかもねしっかりとあります。でさらに中に入っていくとシャーシ関係ですね、シャーシ関係があって、クリアボディで、これについてもねまだまだ後でねお話することがあるんですけども、で限定のローラー類、カーボン類ですね、この辺のマルチカーボンとかもまだまだ残っております。でさらにねこれ注目するのこれね、買えなかったって人多いんじゃないでしょうか、ローフリクション長径ローハイトダイヤもあるんですね。ジャパンカップ2020年モデルがこちらではねまだ残っておりますんで、皆さんよかったらぜひお買い求めくださいということで、でさらにこちらの方にミニ四駆のキット類ですね、でそしてケースとかも、ね、多く取り扱っておりまして、こんなん見てほらないよ、今もうほらパンダとかさね、緑の MA シャーシだけでなくですね、これ辺、ね、TR ワークスジュニアのブラックスペシャルだったりとか、最近発売されたシューティングプラウドスターで、さらにはですねこちらも残っておりますネオ VQS ジャパンカップ2020年モデルで、ジオグライダーのブラックスペシャルとでね、僕もさっき購入させていただいたんですけれども、エクスフローリー等もねまだまだ在庫があるということでございます。そしてですね中の方に入っていくと、でこの辺ねテープ類もしっかり完備していると。でさらにこちらにはですね、あの500円ですよ、500円のままでこちらねパーツクリーナー類、そしてあちらの方にあります、タミヤの缶スプレーで、こちらの方ではですね加工スペース等もありまして、こちらねミニ四駆で必要な工具ねたくさん置いてあります。ジグ等も置いてありますので、ここでミニ四駆の加工もできて1日500円ということで、そして今ね、今店長さんが出してくださいましたこちら HG カーボンリアブレーキステイ 1.5 ミリもまだ在庫があるということなので、皆さんよかったらぜひねお買い求めいただければなと思います。これはねかなりレアなんでね、手に入れられなかった方はぜひね手に入れてくださいということで、そしてですね今回は、あれどっかで見たことある方たちがたくさん映っておりますね。はい、ということでこちらの方にはですね、いつもどこかで見るような感じの方が、あれあなた誰ですか。こたつです。うわミニ四駆作ってきたんですよ。あ、作ってきたんですね。こっちのりが始まりのミニ四駆で、始まりのミニ四駆と1台目、そしてなんと、MS フレキで作っちゃいましたよ、こたつ号。あ、こたつ号出来上がってますね、ちゃんと。かっこいいでしょ、かっこいいでしょ。かっこいいですね。かっこいいでしょ。今日これ走らせるんですか。これ今日走らせます。素晴らしい。ということで、そして FT さやかさんです。よろしくお願いします。こんにちは、FT さやかです。マシン見せてもらってもいいですか。どうすか。豚さん部分、これでもまだ動画非公開の部分がちょっと映っちゃってますもんね。そうですね、まだちょっと編集が遅いんで。今日はだから初心者の方が何人か集まってるので、こたつさんと、そしてね、ファルファルのジャッキーさんですね。よろしくお願いします。ファルジャッキーです。で、あんまり映ることはないんですけど、ウーアチャンネルの編集のね、カツオさんでございます。よろしくお願いします。FT さやかさんの旦那氏の高橋さんです。よろしくお願いします。
ということで今日はなんか初心者レースをこの後さやかさんのチャンネルでやるということで、こちらですねこたつさん、そしてさやかさん、そしてねあのファルファンのジャッキーさん3人でちょっとレースの方を行っていきたいと思いますので、また後でねこの動画の内容はあの FT さやかさんの方で見ていただければなと思います。ということでみんなねまだセッティングやってるんで、みんな立ち上がってますけど出来上がってない人いっぱいいるんで、ちょっと僕はちょっとコースの方の紹介に行ってきます。ということでさよなら。はい、ということで、今回のコースはね結構高速コースになっておりまして、スタートしてぐるっと回って奥ですね、ジャンプ3枚からの連チェンジャンプが一番外側だけついてて、ぐるっと回って下ってウェーブですね。このウェーブでもねたまにコースアウトされてる方いらっしゃいます。でそのコーナー曲がってテーブルトップを越えてぐるっと回って、こちらが5枚着地、まあおそらくここは飛ばないと思うんですけども、下りからバーニングチェンジャーを越えてぐるっと回って最後ねゴール手前、こちらのねドラゴンジャンプが肝になっているという感じのすごくね広いコースになっております。走らせてみる、うん、いいよ、映していいの、やった、おー危ねえ、いけるか、あ早いぞ、おい2周目、ウェーブ越えてジャンプ、そして登って下って、コーナーのね減速の少ないセッティングが必要になってくるんじゃないでしょうか。さあファイナルラップ、レーンチェンジを越えることができればそのまま、あありがとう。はい、ということでですね吉田模型さん、非常にねあのリーズナブルな価格で満足度の高いコースだというのがね多分見ていただいたら分かると思うんですけれども、もしねこのコースに来たいよって方はね下の方に概要欄、そしてね吉田模型さんのツイッターのリンク貼らせていただいておりますので、そちらの方から、ね、ぜひ遊びに行ってみてはいかがなというふうに思います。ということでね皆さんまた、福岡県のミニ四駆ショップでお会いいたしましょう。ということでご視聴ありがとうございました。Better